ちょっと懐かしめの曲、お邪魔虫とグラビティリアリティという曲をやらせていただきました。あ、ね、曲自体はめちゃくちゃ古いんですよ。なんならあのここの演者さんが生まれるかどうかくらいの曲なんですよ。あの時代を見てって一人でなってましたっていうのが裏話。はい、なんか今日暑すぎるのでみんなも水分補給しましょう。ちょっと私ももう一回水分補給させてください。みんなちゃんと飲んでる？飲んでる？えらい。ですね、何話そうかな、何話そうとしとったかちょっと思い出せんくらいちょっと頭がぼーっとしてきたんで、あのはい、何言おうとしたか忘れた。はい、6月20日が次のあれですよね、なんですけど、なんと場所がここ最近の連日のリージョンから場所が移りますね。広島市の南区文化センターアトルで、南区民文化センターだそうです。もうね、区とかないところに住んどるけんね、都会のあれはわからんのですけども、はい、楽しんでもらえたらなと思います。次は6月20日ですよ。それは室内なんですよね。です。なのでこの炎天下の中戦うこともなく涼しい室内で楽しむことができるので、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。では最後の曲に行こうと思うんですけど、ありがとうございます。でも最後の曲も脇曲準備してますし、この後もイベント自体は続くので、あのここでねちょっとノリというものを覚えてもらいたいなと思います。あのコールがもう入ってる曲音源なので、それに合わせてあのどんな乗り方したらいいのかなとかいうお勉強してもらったらなと思います。なんか女子に虫がたかっとるけど大丈夫か？大丈夫そう？あのなんかね、ロコパリージョン、あのデカフェス含め虫がいっぱい来るそうです。みんな気をつけてね。この最後の曲盛り上げていきますか？イエーイ。オッケー、ありがとう。手拍子だけでもいいので乗ってください。では最後の曲いきます。恋のドゥーフォーイレブン。